フランソワ・オーギュスト・ジュバール、または、フランス・アウフスト・ヘバールとは、ベルギーの作曲家、アウデナールで近郊のハイセで生まれた。父は、パン職人で、息子を同じ道に進ませたいと考えていた。しかし、より良い助言があったおかげで、ジュバールは音楽を学ぶことを許された。彼は1841年に、元当立音楽院へと送られ、エドワールド・ソメールや、 マルタン・ジョゼフ・マンガルの下で研鑽を積んだ。その後、彼はその地にあったイエズス会の教会のオルガニストに任用された。ジュバールの作品は間もなく注目を集めるようになり、1847年にベルギーのローマ大賞を獲得した。彼は2年間留学することができるようになった。この度は彼の最初のオペラや他の作品の上演のために、 延期されたが、1849年になって出発した彼はまずパリに短期滞在し、その後スペイン、イタリアを回った。1867年、パリへ戻ったジュバールは著名なオペラ作曲家のジャック・アレビの後を継ぐ形で、アカデミーザの歌唱監督シェフでちゃんとに就任した。4年後、彼はブリュッセル王立音楽院の院長となり、 この役職で彼自身最大の名声を獲得した。ジュバールの音楽作品は彼の生前にはベルギー国内で大きな成功を収めたが近年フーがリベラレーベルから CD 録音が発売された小規模な合唱作品数点を除き他は帰り見られていない。今日では彼は故郷のベルギーにおいても作曲家としてではなく教育者、歴史家として 主に記憶されている。彼が手掛けた多くの翻訳作品には今日でも使用されることのあるトリーテスオンインストローメンテション、火星学の本、オルガニストのためのベイド・ミカムなどがある。ジュバールの著名な門人にはアルフレッドボトケンヌラがいる。そのジュバールは1908年にブリュッセルで生涯を閉じた。ありがとうございます。